どうもアリスキテラーです。今回もセブンナイツ2元気よくやっていきたいと思います。ガチャは、全然いけてないんですけど、それで、ベリーハードの方入ってきたんで、ベリーハードの、まあ、第一の関門というか、ケルベロスに挑戦してみたいと思います。で、編成の方なんですけど、ケルベロスが火傷をしてくるので、火傷対策でギラハンを編成しています。で、アタッカー枠にレイチェルとコゼットですね。で、あと回復蘇生役でカリンで行ってみたいと思います。で、破滅の軍団を倒す、20体倒すんですけど、20体目にケルベロスが出てくるということで、その前に19体ザコを倒さないといけないんですけど、ザコ戦も非常に大変なので、そこから、ザコ1体目から倒すところからスタートしたいと思います。ペットはルディさんをお借りしたいと思います。伝説ペット欲しいな、自前で。じゃあ行ってみましょう。で、ギラハンがやっぱどうしてもちょっと育ててないっていうのもあって落ちやすいので、ギラハンだけ手動にして、ちょっと殴ったらもうに逃がしますね。逃がしつつ進めていきたいと思います。すぐ落ちちゃうんで、ギラハン。 OK、 ギラハンがほんとすぐ落ちて、危ない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 、もう死にかけてる、死にかけてる。回復入れて、回復入れて。ちょっとストップしましょうか。一旦退避ですね。一旦退避。オートを切って一旦退避して、カリンに合わせて回復。OK。さあ、ちょっとカリンのリキャストを待ってから、まだギラハン回復できないな、前回まで。もう一発回復入れて、じゃあこれで行きましょう。あー、ギラハンにしてない。ギラハンがやられちゃう、ギラハンがやられちゃう。危ない危ない。まあ、カリンの蘇生が溜まれば、蘇生ができる、あ、蘇生っていうか復活できるんで、あっとっとっと、いや、あー、危ない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 な。あー、あー、落ちた。まずいまずいまずいんですけど、あと1体倒して、ちょっと待って待って待って、 OK。 これでちょっとケルベロスなんですけど一旦退避して、蘇生入れましょう。ギラハン戻ってきて、ギラハン戻ってきて、あ、戻ってきてるか。じゃあカリンにして、ちょっと回復を万全にしてから挑みたいと思います。まあ、雑魚が強いので、もうこれ、こういうやり方が必須ですね。もうどこでも。じゃあ全開したので、行ってみたいと思います。さあ、ケルベロスさんはどこにいるのかな。ここがいた。で、ギラハンだけ手動で操作します。で、半円が2回来るんで、これをかわして、あとカリン入ってるかな、大丈夫かな。で、おたけび上げたら全員集合で逃げる。あっと、やられたな。もういきなりやられた。まずいまずいまずいぞ、これ。ペット使います。おっと、いきなりもうやられちゃった。あ、コゼットが竹取っちゃったな、これ。あ、ギラハンに戻った。半円かわして、半円、あ、尻尾振り切った、逃げる。さあ、蘇生が入ったか。2回来るんですよね、なんかこれ、攻撃が。あ、これやばいんじゃないか。危ない、危ない、危ない。ちょっとこっちに避けたい。こっちに避けたい。さあ、おたけび上げたか？あ、違うの、上げてないな。いまいち分かってない攻撃が、尻尾振りの後に来るのか？尻尾振りの後に来るのか？尻尾振りの後にですね。尻尾振りの後にこれ避けて、OK。半円来た。で、もう一発来るのかな？もう一発来て？まだ来るのか？
次しっぽりか、しっぽりか、なんだ次なんだ、あこれ来た、やばいやばいやばい、ちょっと待って逃げて、危ない危ない、ちゃんと覚えてないから危ないな、これかわしせてないな、危ないな、あでも順調に削ってますね。さあ避けて避けて、そろそろ来るかな、そろそろ来るか、そろそろ来るか、いやまだ来ないな、あ来た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 、逃げてこれかわして、尻尾振り来た、 OK でギラハンだけ離らして、かわしてかわしてかわして、 OK いいよいいよ、さあ次来るかな、集合音章、集合音して、で尻尾振り来るか、これが最後か、あれまた来てる、これまた来てるのか、あ危ない危ない、半円か半円か半円か、あレイチェルがタゲ取ってるな、レイチェル、レイチェルで出そう、レイチェルで出そう、タゲが変わるな、逃げてこれ、あーってやられた、まずい、レイチェル、レイチェル頑張って、いやもうなんかグダグダだけど、尻尾振り来た、これ入ってる誰か、あーギラハン入ってたか、これかわして、でカリンが入るとまずいな、あった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 、危ない、いや火傷になってしまったな、これ火傷になってしまったな、カリンの蘇生まで遠いな、ちょっと、あった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 、まずいまずい、ちょっと逃げて、コゼットがタゲ取ってるんでコゼットだけずらしましょう、あーっと集合音、ちょっと待って、これこれやばい、これ危ない、あーっとカリン、カリンも火傷になってしまったな、まずい、これまずいな、ペット使います、いやなかなかグダグダな戦闘になってるな、いやカリンちょっと待って、これカリン不死の、あ不死つけてるか、危ない、さあ、あっと集合をして、逃げて、逃げて、逃げて、危ない。カリンが竹取ってる。じゃあ、カリンを操作して、いや、結構ギリギリだな、グダグダだな、結構グダグダ、結構グダグダだ。結構グダ、グダだけど、いけそうだ。さあ吠えたか、吠えたらこれか、吠えたらこれ、吠えたらこれで尻尾振り来るのか、来ないな、レイチェルが竹取ってる、レイチェル、レイチェルが竹取ってるから、レイチェルに変えて、あれちょっと待って、敵が遠くに行ってるぞ、これやばいんじゃないか、大丈夫か、あー遠くに離れ、遠くに離れすぎて HP 回復しちゃいましたね、これなんか遠くに離れすぎると回復しちゃうんですよね、他のところでもそうだったんですけど、うわまた一からやり直した、これまた一、あーっとレイチェルがタゲ取った、タゲ取ったやつをずらしていくしかない、うわーやられた、でレイチェルがタゲ取ってる、レイチェルがタゲ取ってる、なかなかグダグダな戦いをやってるな、これ集合をして逃げる、さあこれは吠えた、吠えたか、吠えたのか、吠えたのか、吠えてないのか分かんないな、これ攻撃パターンがいまいち、いやこれ入ってるかな、大丈夫か、あこれ来た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 、これ逃げる、レイチェルがまだ竹取ってる、あ大丈夫か、これ入ってないか、 OK、 半円来た、もう一回半円避ける、さらに半円来た、おっと、いやあっとレイチェルが焼けた、あっとこれ危ない危ない危ない、コゼットが竹取ったな、コゼットが竹取ってしまった、と集合し逃げる、危ない危ない、とりあえずタゲを取ったやつを逃がす感じでいきましょう。
危ない、危ねえな、あ、ちょっと待って、あ、これ入ってないか、誰も入ってないか、いや入ってたか、レイチェル入ってた、しまった、尻尾フリー、これ入ってる、入ってないか、あーこれ入ってるな、他のメンバーが、ただ耐えれるな結構、お、来た、これ逃げる、ちょっとあんま遠く行くとあれだな、なかなかの長期戦になってしまった、いやでも頑張ればいけそうな感じだな、頑張ればいけそうな感じだ、いたたたた、いたたた、これ全員入るな、まずい、あでもダメージがそこまで痛くない、いやただグダグダな戦いをしてるな、グダグダな戦いにはなってる、これ大丈夫か、入ってないか、さあ延期さんで逃げる、危ない危ない、あっと、あ暗くなった、見えない見えない見えない、ちょ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 、見えない見えない、いやダメージがそこまで痛くないな、これ普通に耐えれるか、これ避けなくても、ただこの円は痛いな、あと 26%、いや多分もっといい立ち回りの仕方あるけど、あーこれ大丈夫か、危ない、あレイチェルが竹取ったんでレイチェルずらそう、さあ残り 18%、 いや順調に削ってるな、グダグダだけど順調に削ってる、待ってこれは引っ張られて逃げてる、危ない危ない、あっと入っちゃってるな、これ入っちゃってるけどでも結構耐えれるな、これ別の炎よ、さあ残り 7%、 6%、 別の炎、あ不滅の炎入れたかったな、さあ残り 3%、 残り 1%、 やべやべやべ、 OK、いけましたね、あイベントはスキップします、ここかっこいいんですよねこのイベント、というわけでグダグダだったんですけどケルベロス、無事倒すことができました、よかったです、じゃあ引き続き、ベリーハードの方進めていきたいと思います、というわけで今回は以上になります、最後までご視聴ありがとうございました、それでは失礼します。